にしてください。はい、わかりました。今日はですね、前回あの参加された方もいらっしゃると思うんですけど、材料をこの2週間ぐらいで中元さんに加工していただいて、で今日実際みんなで組み立ててみようみたいな、はい、で今日先生で中元さん、中原中元さん、萩の、まあ、ここから近くで工房木工をやってる意気込み、みんなが幸せになるこちらがあのここの場作り、空間作りの運営チームと、あのここの場からさらにあの地域につないでいくっていうために地域の受け皿を作っていくっていう人作りをあのこちらのチームでやっていただいてます。萩のなんか古いものが新しいことに生かされていくみたいなことがもっともっと増えたらいいなって思って、今回のワークショップとても楽しそうだったので参加させてもらいました。今黒板途中までやってます。これ萩のマップになってます。で、あの北方向がちょっとずれてるので普段見てるマップとはちょっと違うかなと、仕上げを隼人君と一緒に動くチームが、必要かなと思っている感じです。あのこの施設にどうやったら今後皆さんがいい形で関わっていけるかみたいなところの関係づくりも一緒にできたらなというふうに思ってます。テーブルも椅子も家も一緒で、ただでかいかちっちゃいかだけです。それで考え方全部一緒で、あれです。テーブル、前もあの説明しましたけどもういいかな。もういいか。これもこれも。十分遊ぶ。遊びは終わりです。この土台がこれが大事で、これがさっき言ったんです。あ、筋交いです。以上。イエーイ。あの子は何やったの？あ、この子は、うん、この子はですね、あの走る。今うちでバイトしてる男の子がいるんですけど、そいつがね、間違えて短く切ってしまった2センチ間違えてきた、6と8を間違えてきたで、まあ僕はそのあ、いいよって言って、これをあの失敗を成功に持っていくだけ。ここの足先にこういう下駄を履かせる。あで、この声っていうのはその、まあ、デザインというか、うん、こうやってやるとそのおしゃれ、こうシュッと、うん、見た目が良くなるというか、うん、その代わりこの手間が、これを作る手間が増えた。これも。この底がちょっと高いっていうことなので、ちょっとのみで削ろうか。こんな感じか。で、あとその水拭き、水戻しっていって傷ついたところを雑巾で水でこいつ水で膨らまして、あのこういう調整、傷を戻すんですよ。へー。でそれやってる乾く間にあっちを天板をこう
並べたりして、うんうん、お願いします、はい、お手伝いお疲れさんでした。どこのことかで、ね、こっちもお手伝いいただきたいなと思って、手が空いてる人はこっちも、こっちを、はい、作っていくということもやってもらいます。で、何をするかというと、これ黒板の完成図、ちょっと皆さん近づく、下にハギシティっていう風に白い文字が入って、これはグリーンの文字で、このエリアの名前、須佐、玉川、むつみ、大丈夫、いい感じです、うん、はい、そしたら、そう、いいよ、いいね、はい、もう2ミリぐらい、上がりすぎないと、これか、借りたい、それぐらいですかね、うん、イメージは、なんか、このぐらいの毛が、この先になってます。で、そのままもうちょっと右にずらしましょう。右にずらします。やる。ちょっと大きいから頑張る。ここに刺さらないように。そう。絵の具してくる。絵の具してくるかな。そしたら取れなくなっちゃう。あすみちゃんとお話はいいか。はい、やさがない。オッケー。多分。このね。おいった。かっこいい。かっこいい。で、もっと手前に寄せて、ネジにはまってない、十字のところに入ってます、うん、今は何が何だか分からないと思うんですけど、やっぱずっと後に残るものなので、将来あの、ね、あ自分が手伝ったんだよっていうものが残るとすごいいい経験にもなったのかなと思いますね。楽しかったし、あと黒板とか作るのが初めてだったから、今日の一日の思い出になりました。インパクトでしたっけ、もったいない、難しいなっていう、これに尽きるんですけれども、一つ一つもの作るのってやっぱ時間がかかるんだなって思ったし、人やっぱ多くの人の協力って大事なんだなっていうのを学んだ半日でした。こういったことをきっかけに、こういう交流がどんどん私以外の方も含めて広がっていったらいいなと思って、すごい楽しい時間を過ごすことができました。黒板とかは僕はメインで担当させてもらったんですけれど、あの自分で二次元で計画したものが皆さんの手でこうやってですね三次元になりですね、こう具体的になるにつれて本当になんか、あいよいよ来たなっていう感覚になってきて、あの高まるものがすごくありました。すごいな。はい、行きましょう。せーの、アイラブ。アイ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 。